花水木は2010年8月21日に東方系で公開された日本映画。人と世の代表曲である花水木をモチーフにした10年の時をかける純愛ラブストーリー。監督は土井広康。主演は荒垣結衣。ロケ地は北海道、東京、ニューヨーク、カナダ。撮影期間は約半年間。 2010年8月14日よりコラボレーションとして、朝日飲料16茶の広告で、荒垣結衣が出演、撮影を振り返るトークといった内容。広告のナレーションは、安住紳一郎。全国310スクリーンで公開され、2010年8月21、22日初日2日間で、公衆3億9921万2600円。 動員は30万1275人になり、映画観客動員ランキングで初登場第1位となった。同じ監督作品で公衆30億円を記録した、なだ早々との公衆対比でも102%となった。また、ピア初日満足度ランキングでは第7位になっている。公開第9日目には動員101万157人。 公衆12億8314万1110円となり早くも動員100万人を超えている。最終的な工業収入は28億3000万円を記録する。夢のために東京の大学受験を目指すシャエダと漁師の家業を継ぐために励んでいる公平は奇妙な縁から出会いお互いを思い合うようになる。しかし東京に上京したシャエダと釧路に残った公平は 遠距離恋愛を始めるも、それぞれのすれ違いから別れを選ぶことになってしまう。そして、それぞれの道を進む二人は再び出会うこととなった。人とよ主人公、シャエダの家オープンセット、湯沸かし三崎灯台。